スティーブンカー、スティーブンカー、スティーブンカー、1976年8月29日台、は、アイルランドダブリン出身の元サッカー選手、元アイルランド代表。現役時代のポジションは右サイドバック、時折左サイドバックや、センターバックも務めていた。ダブリンに生まれたカーは、母国のステラ・マリス FC、ステラ・マリス FC でプレーしていたところを、 プレミアリーグのトッテナムホットスパー FC のスカウトから見出され、下部組織のトライアルを経て入団する。それまで、ブライアンド・ロブソンを参考にして、中盤の位置でプレーしていたものの、トッテナムではサイドバックへと転向させられ、その後、オズワルド・アルディレス監督によってトップチームへ昇格する。1993から94シーズンの1993年9月29日に、 イップスウィッチタウン FC 戦でプロ初出場を飾っているが、中心選手として地位を確立するまでには、28試合に出場した1996から97シーズンまで待たなければならなかった。1999年には、フットボールリーグカップ決勝戦でのレスターシティ FC 戦1から0に出場して優勝に貢献。1999から2000シーズンの王者。 マンチェスターユナイテッド FC 戦でキャリア最高と評さる35ヤードの距離からのミドルシュートを決めた。2000から01シーズンのパフォーマンスによって評価が高まっていき、最終的に PF 年間ベストイレブンに選出される結果へと繋がっており、またそのことで他クラブから関心を寄せられた。しかし2001年夏に膝に問題を抱えたことで、 同年9月に手術を受け、2001から0にシーズン全体を欠場したどころか2002フィ f ファワールドカップ出場も断念することとなり、2002年10月まで離脱していた。その後、復調するとともに再び他クラブからの関心が再燃し、特にマンチェスターユナイテッドと入荷するユナイテッド FC が強く示していた。2004年8月10日に金200万ポンドで、 ボビー・ロブソン監督率いる入活するユナイテッドと4年契約を締結する。この取引直後に、ロブソン監督は会長によって解任され、後任にグレアム・スーネス監督が就任したことで、先行きが不安になるかと思われたが、スーネス監督からロブソン前監督と同様に、戦力として計算されており、2004年8月14日のミドルズブラ FC 戦2から2で、 初出場を飾ると、以降の2004から05シーズンは、サウサンプトン FC 戦、1から2で、ペナルティエリア外から初得点を挙げ、最終的に26試合1得点を記録した。同シーズンは、UEFA カップ2004から05と、FA カップの両方で準々決勝進出と、カップ戦で順調だった一方、リーグ戦は14位と低迷したため、常に重圧を感じる状態だった。 2005から06シーズンは2005年11月にヘルニアによって2006年1月の FA カップでのマンスフィールドタウン FC 戦まで離脱するとさらに復帰後2試合目となったフラム FC 戦で素形部を負傷しために手術で再離脱をしており復帰に約2ヶ月時間を要した影響で19試合の出場にとどまったチームとしては1月からスーネス監督の 公認新監督の指導を受け、7位でシーズンを終了した。翌2006から07シーズンは相次ぐ負傷者の中、ローダー監督からキャリア最高にあると評されるほどに、高パフォーマンスを見せていたものの、2006年11月11日のマンチェスターシティ FC 戦での足の台から離脱し、12月にも負傷したことで再離脱となり、 2007年1月20日のウエストハムユナイテッド FC2 から2まで復帰に時間がかかった。同試合では自身の不在時にノルベルト・ソラーノが右 SB で好調なプレーを見せていたため不慣れな左 SB e のポジションで出場することになったが、このことがニューカッスルでの将来に暗雲が立ち込めるようになり、翌2007から08シーズン前にサム・アラダイス監督が ハビブ米エとジェレミのジタップを求めたことで現実味を帯びた。最終的に同シーズンは残留して開幕を迎えたが、米エの活躍に加えて自身の負傷による制裁を欠いたプレーで10試合の出場にとどまり、シーズン終了後にケビン・キーガン新監督によって経費更新の判断がなされ、ジェームス・トロイージと共に対談となった。 入滑する対談により自由契約となった後、様々なクラブから関心を寄せられたカーは、過去に支持したナイジェル・ピアソン監督率いる、フットボールリーグ1のレスターシティ FC のトライルを受けるも、最終的に受け入れ先が決定せず、2008年12月1日に現役引退を表明した。しかし、現役引退表明から約2ヶ月後の2009年2月に、サッカー界への復帰を目指して、 フットボールリーグチャンピオンシップのバーミンガムシティ FC で練習を受けると2月23日に同クラブと1ヶ月契約を締結して現役復帰を果たし翌日の敵地でのクリスタルパレス FC 戦0から0で初出場を飾った以降の短期間でアピールに成功した末3月20日に同2008から09シーズン終了までの契約延長を勝ち取りその後 チームのプレミアリーグ昇格に貢献して契約を2年延長した。プレミアリーグ復帰初年度の2009から10シーズンはリーカーズリー不在時に大役で首相を務めるほどにチームに不可欠な選手としてクラブ記録となるリーグ戦12試合無敗を含む公式戦15試合無に貢献する中、シーズン終盤のアストンビラ FC とのバーミンガムダービーでペナルティーキックによって敗北した後、 相手ファンに向けての挑発的な不適切な行為により1試合の出場停止を受けている。翌2010から11シーズンはリーグカップ決勝のアーセナル FC 戦という重要な場面に首相を務めてタイトル獲得に成功する一方、リーグ戦では全試合に出場するも降格を防ぐことはできなかった。だが自身への評価は依然として高く。 2011年5月27日にチームから1年延長を提示されて合意に至った。2011年8月にクラブ史上50年ぶりの欧州カップ戦となった UEFA ヨーロッパリーグ2011の12予選プレイオフでの CD ナショナルトの第1戦でバーミンガム加入通算100試合目に出場した2011から12シーズンは 2012年2月18日の FA カップでのチェルシー戦で負傷により、前半12分に別に下がって以降、負傷の問題からシーズンを終了しており、その影響から契約延長が危ぶまれたものの、新たに就任した入荷する時代の同僚監督が自身の能力を高く買っていたため、2012年7月4日に契約を1年延長することに成功した。しかし、 開幕前の8月に行われた親善試合でのロイヤルアントワープ FC 戦での膝の負傷によって半年以上の離脱となると最終的に同2012から13シーズン全体を欠場するほどに感知することはなく2013年5月3日に怪我の影響により現役を引退したその際にクラーク監督からコーチとしてクラブの滞在を説得されているものの レストランやバー等の事業を展開するため、家族と共にスペインへ移住する考えを明かした。アイルランド代表としては、少年時代から U-18、U-21 とすべての年代別代表でプレーし、1999年4月28日にはスウェーデン戦で A 代表初出場を飾ると順調だったが、 負傷によって 2002FIFA ワールドカップの出場を逃した。以来、同年代の同年代のスティーブ・フィナント、右サイドバックの定位置争いを繰り広げながら、定期的に招集されていたが、チームが 2006FIFA ワールドカップ進出を逃したため、2005年10月まで39試合に出場した代表から29歳で去ることを選択した。その後、新たに就任したスティーブ・ストーントン監督は、 カーと接触した際に好感触だったため、代表続行を確信しており、実際、8月8日に、オランダ戦へ向けての召集に応じた。しかし、UEFA エウロ2008進出を逃した後の2007年11月14日に44回、出場した代表からの引退を再度宣言し、8月のデンマーク戦が最後の試合となった。トッテナムホットスパー FC。 入ッするユナイテッド FC、バーミンガムシティ FC、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。